ちゃんからキャンドルの揺らぎは人の心のようだ、人の命なんですというお話を聞いたことがあります。キャンドルを見つめていれば心が軽くなって、そして自分が自然な心に戻れる。だから私は人が好きだしキャンドルが好きなんですと、いつもいつも熱い思いを語ってくださいます。そんなキャンドルに対する愛情、そして人が好きだという思い、それがたくさんの人をつないで、その道の先にいらっしゃったのが正則さんなんだと今日確信をしました。Up to now, I'd been walking this world for so long, just wanting someone I could call to call my home. If home is where the heart is, and it's not found. Stronger and stronger, the longer it's with you.
My heart knows its home. Through a window I see children laughing, and instead of winter I see fall. To frozen love spoken by another, you brought color. You hear my heart where love's been cold. You hear my soul. Where the heart is, and it's not found with a map or made from stone. It's where love is like a lamp, burning stronger and stronger the longer it's with you. 闇の中から輝いている私たちの心を照らしています。お二人のこの神の愛、心の光を受け取って、お互いに愛し合い、キャンドルのように輝いて、そして周りを照らすような家庭を。あなたは神様の導きによって夫婦となろうとしています。あなたは親から時も、やめる時も、この人を愛し、尊敬し、慰めまた伝え、生涯を通して制約を守ることを誓いますか？はい、誓います。はい、誓います。Well, out of nowhere comes the rain. Our love won't have to run for cover, 'cause we know we're gonna dance through anything. Till we're さんがだいたいイベントを主催するときってだいたい雨なんですよ。なんですけど、まあ、嵐だったりするんですけど、今日は快晴じゃないですか、この梅雨の中ね。っていうことは、まあ、どういうことかっていうと、まあ、自分なりに考えたんですよ、今日電車に乗りながら、ね、空気を明るくするっていうかじゃなくて、天気まで変える女になったと。素晴らしい。お父さんお母さん、こんなんでよろしいでしょうか。Life is beautiful.
monsters see you smile. Let them see you smile. ささやかではございますが、日頃お世話になっている方々へこのような席を設けさせていただきました。どうぞごゆっくりお越しいただきまして、楽しんでいただければと思っております。このような日を迎えることができたのも、ここにいる皆さんのおかげだと思っています。キャンドルが揺らぐ優しい明かりの中で、皆さんと素敵なひとときを過ごしていかれたらと思いますので、どうぞよろしくお願いします。正和社長のご指導が受け入れられておりまして、一年一年会うたびに彼の成長というもので、私は本当に感心をしております。札幌の食事ご馳走いたしますので、ぜひ2回3回の新婚旅行を続けていただくと結構だと思います。アイコンタクトをしてもですね、一切目が合わない。どうしようかなと、この人はどういう人なのかさっぱりわからなくて非常に困ってたんですけれども、後で聞いたら私の印象も非常に悪かったらしくて、なんか第一印象お互い最悪の中でのスタートだったんですね。まあ、ただですね、その後いろいろ打ち解けてみると、あ、本当にキャンドルが大好きだし、まあ、能力的にはですね、いろいろな能力を持っていて、この会社に欠かせない人材だなということがじわじわ分かってきて、本当に今は助かっているというような状況です。美しく聡明なあのマリさんもですね、そんな松森さんの頼もしいところに惹かれて、本日このような見習い場に使われたのではないかと思っております。やがてあの松森さんはですね、企業のリーダーになります。こちらのですね、たくさん並んでますが亀山社のろうそくのようにですね、光り輝きまして、そして熱く燃えて燃えて燃えまくってですね、公私ともに充実された人生歩まれることと私は確信いたしております。本日はご結婚誠におめでとうございます。乾杯。本当に末永く幸せになっていただければと思います。また私の子供ともども一緒に活動を続けていられればと思ってますので、よろしくお願いします。おめでとうございます。まさまる君で温度を取ってもらって、みんなで集まって、今年はぜひ幸せな結婚話を聞かせてもらえるといいかなと思います。今日は本当におめでとうございます。数ヶ月に一回一緒にいろいろ話をできて、とても嬉しく思います。これからも、たくさんお話をしていきましょう。少し私の方が早く結婚しましたので、何か困ったことがあったら何でも相談してください。本日は本当におめでとうございます。はい、OK です。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらお願いします。はい、ありがとうございます。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 ある日、いつものように買い物していると、マリちゃんが寄りたいお店があると言いました。お店に着くと、店員さんから受け取った袋をそのまま私に受け渡し、勤続10年本当にお疲れ様と言ってくれました。私は突然のことに驚きながら、袋の中を覗くと、ヒロミ10周年と書かれたキャンドルが入っていました。毎日忙しいのに、サプライズで喜ばせようと用意してくれたマリちゃんの優しさに涙が溢れました。本当に私たちが今こうして集まっているのは、彼を中心にこうして集まっているんだろうなというふうに思っております。そんな私たちが信頼して愛してやまない正則君ですので、きっとマリさんのことも幸せにすることができると思いますし、幸せな家庭を築かれていくんだろうと思います。二人のことを思う気持ちが溢れていて、私は初めから涙を抑えて、今日は歌わせていただくんだなと思いながら、ずっとこらえるのが辛くなる、そのぐらいですね、幸せがたくさんたくさん詰まった、結婚式だなと感じております。それもお二人のお人柄がつないでいく一つ一つのご縁が今日という日につながっているのだなということも感じます。辛いことも嬉しいことも半分ずつしようと言ってくれたね。今日は今まで分けてきた嬉しいことランキング第1位です。これからは正則さんと優しく揺らぐキャンドルの明かりのように穏やかで温かい幸せな家庭を築いていってください。そしてこれからも友人としていつもそばにいることを約束し、お祝いの言葉とさせていただきます。マーミーへ。今日この日を迎えられたのも33年間私をずっと支えてくれたおかげです。振り返れば、小さい頃の私はマーミー以外に会うだけで泣いたり、昔からずっと世話のかかる娘だったと思います。中学高校大学就職など人生の中で悩んだ時、立ち止まった時、落ち込んだ時、いつもマーミーの応援がありました。
手紙をくれたこともよくありましたね。昔は小さなことで悩むことがよくあって、押し入れで交換日記をしました。そのやり取りで一つ一つ解決できて、いろんなことに勇気を持って前に進む力をつけてもらったように思います。小さい頃よくディズニーランドに行った時、一番前に乗りたい私をいつもお姉さんに、待ってもいいから一番前に乗せてあげてほしいと言ってくれたこと、いつも私が楽しくいられたのはマーミーのおかげです。友達のように何でも話ができるし、2人で朝方まで話せるその時間も最高です。一人暮らしもさせてもらったり、好きな場所に旅行できたこともすべてマーミーのおかげです。感謝してもしきれません。このことを伝えることで、なぜか遠くに行ってしまうような気がするので、改めて言わなかったけれど本当にありがとう。そして何より正則くんと出会えたのもマーミーがきっかけでした。親は選べないと昔から言いますが、私は選べたとしても間違いなくマーミーを選びます。マーミーに私を誇りに思ってもらえるよう、これからもさまざまな人生のステージで私は輝いていきたいと思います。33年間大切に大切に育ててくれて本当にありがとうございました。またダーディーへ、小さい頃からずっと仕事が大変で海外によく行っていたと思います。その背中を見て育っていたおかげもあり、仕事でどんなに辛いことがあってもこの先に必ず明るいことがあると思え、11年間同じ会社で働き続けることもできたと思います。家庭という人生の新しいステージでマーミーに教えてもらったことを生かしていかれたらと思います。幸せはしてもらうものではなく、二人で作っていくものという言葉を現実にしていきたいと思います。最後になりますが、正則くんのお父さんお母さん、まだまだ未熟者ではございますが、正則くんと一緒に素敵な家庭を築いていきたいと思います。これから末永くどうぞよろしくお願いいたします。本日は本当にありがとうございました。そうです。無理。あ、じゃあもう一回その表情ください、カメラにも。違う。うん。でもう一回、外を見せようと、こういうような感じ。OK、慣れてます。ありがとうございます。いい表情出ました。ありがとうございます。そう。Yesterday is gone。 今回の、結婚式並びにハワイの結婚式もほとんどというか、全て2人が決めて計画し実行し成し遂げたというか、実行された企画でございますけれども、私の結婚した時代と比べると随分変わったものでございます。私などはもう親が大体出席者を決めて、お前は何人呼ぶんだと言われて友人の名前を出したぐらいのが精一杯でしたけれども、随分今の若い人は立派になったなというふうに思います。ここにいらっしゃる皆様のおかげで今日の素晴らしい日を迎えることができたと改めて深く思いました。私の両親、マリちゃんのお父様お母様はじめここにいらっしゃる全ての皆様に深く感謝申し上げたいというふうに思っております。お互いのことを高め合える素晴らしいパートナーと、出会うことができました。これからは幸せで明るく楽しい、家庭を2人で築いていきたいというふうに思っております。ここにいらっしゃる皆様には公私ともにこれからもご指導ご鞭撻いただきたいというお願いを申し上げまして、私からの
お礼のお言葉とさせていただきたいと思います。本日は本当にありがとうございました。ありがとう。